勉強しているとき、不意に好きな人のことを考えていたら、勉強に支障をきたすので、告白して、玉砕した方がいいですかはい、した方がいいんじゃないですかね。はい。まあ、勉強に支障をきたす、たさない関係なしに、あの、告白したらいいんじゃないですか好きな人がいるんだったら。はい。まあ、あの、どうなんですかね。仮にうまくいっちゃったとするじゃないですか。玉砕するつもりでいったら、うまくいっちゃいました。 そうなったら逆にそっちの方にあの頭取られて勉強できなくなる可能性もありますもんね。だったら、あの、あえて下手に、あもし勉強をどうしてもしたいんだったら、ちょっとまあ嫌われるように告白して、本当に玉砕するとかはいかがでしょうか。はい。そ <laughs> うちょっと、うん、まあそこはじ自己判断でお願いします。